えー、こんにちは。ダンジョンクロールストーンスープ、日本語で解説していこうのコーナーが始まります。えー、ドラコニアンで召喚術師でやってたんですが、まあ、近接戦闘も絡めて殴っていくという、そんなスタイルでやっておりました。えー、今、ちょうどですね、獣の枝ダンジョン、ショールスと、えー、ス,レスネークピットかなに行くんですけれども、ショールスから行くかなスネークピットから行くかなどっちでもいいんですけれども、独体性がブーツで出ております。非常にいいですね。 えっと、アビレットなんか出てないのか、うん、うん、うん。クソみたいなアイテムしか出てなかったですね。えー、では行きましょう。えー、スネークピットから行くかな。本当はドラコニアン、ちょっとブレス履けたりとかした方がさ、こう <laughs>、まあ、俺、俺のような人間が言うのはおかしいんだけど、動画の見栄えとか良くなるなとかって勝手に思ってたんだけど、この岩を岩を岩ドラゴン、ははは。 こんろお前、地味なドラゴンになりやがって、こんにゃろ。ドラコちゃんも、仕方ないね。あのー、ぷよぷよのさ、ドラコちゃんから名前もらって借りて、今プレイしてんだけどさ、あの子はさ、あのー、ファイヤーのドラコニアンだよね。あのー、赤ドラコニアンだよねあの。ドラコニアンの仲間で言うとね。まあ、どうしようもないな。あいつ、どう倒せばいいんだ。頼む、倒してくれ。 ま,まずこっちから倒すぞ。ウウウオッケー。おアあマーくれた。グローブ。あグローブなんだっけグローブなんか。んにん,ん,んあ。あ、待って、これはステルスよりもストレングスの方がいいな。頼む。俺も殴っていく。オッケー。アイズル、こいつも。うわ、マナーバイパイいる。MP 切れまで俺は。 いや、どうするこれはバーサックするか。バサクします。殴っていくが大丈夫かなんとかなったね。ああ、いかん。逃げまーす。よっと。 いや、ということでな。ちょっと地味なドラコニアになっちまったなっていや。いや、こいつに罪はないんだけどな。うん、俺人種差別してるんじゃねえかって思い始めちゃった。ごめん。<laughs> ドラゴン種差別してるよね、俺ね。その、ドラゴンの肌の色で完全に今差別的発言してるよな。これダメだ、気をつけよう。ダメだ、完全ダメだ、今の。これこれ最悪 YouTube からバンされるんじゃねえかっていうぐらい。人種、差別の発言だよね。これ完全に。 な,なんつうんだあの白人の方が良かったなとかって言ってるようなもんじゃん、これ。よくないよね。やめやめ。絶対おかしい。今の、うん、この動画、お蔵入りにするぐらいの出現だわ。ダメダメ。この、俺はこの灰色ドラコニアンと、えー、心を入れ替えてやっていく。絶対に、えー、ルーン取って脱出してやっからな。おりゃ。えー、とりあえずは、えー、真面目な話も戻りますが、とりあえずは、この、えー、あのー、氷の野獣先輩をな、 出していけばだ絶対大丈夫なんだあのこのナーガたちは別に霊気の体勢ないからさであのサラマンダーよりずっと速い君も体勢、えー、はもちろんないのでこの辺り体勢のないやつらに属性攻撃を叩き込んでやって経験値を貯めていくとその間にサモニングをしっかり鍛えていきましょう。 ちなみになんだか次サモニングはあのほらなんか出てませんでしたこれ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 モンスターラスマ,ナーマネージャリーこれをやっていきましょうあるいはこれねサモンアイスビーストプラスフリージングクラウドは決まるとめちゃくちゃかっこいいんだがちょっと無理だなコンジュアアイスエアとエアは苦手ドラゴンズコールまで今回いければいいんですけどねうわなんだ今6サーいなかったかそれは良くないな無視しますよ そんなに強くない組み合わせの時にロクサーヌとあったらどうするのええー、無視します。よいしょと。おりゃ。ブランドウェポン。おそしたらお前プ、トリプルソートにかけてやりなよ。 うん <laughs> これ絶対あいついるじゃん打っていこうどうせいるんだからどうせアズラエルがいるんだからアズラエルって意外と体力ないよねよし <laughs> ちょっとシミターオブフレーミングが被っちまった。仕方ないね。これ、アズラエルの家だったんだろうね、ここね。あちあち。ほいよ、これがあちあちアズラエルの家さねって言って。多分、あのー、室内温度50度ぐらいだ。洗濯物すぐ乾くから、ナーガたちも、ちょっとアズラエルさん部 <laughs> 屋使わせてくださいっつって、あのー、少年団とか行ってる子供がいるナーガはな、洗濯物が多くなるから、使わせてもらってるっていう、そういうような強制関係にあったんだろうな。 えどうですかこのトライデント。うん。アクションのトライデント。いいですね。さあ、そんなこんな言ってる間に、ロクサーナ無視しますよ。この後に及んでは。えー、じゃあ次の回に、いや、待て待て、まだまだまだだった。この辺りも、えー、ナーガ族、ナーガ族をですね、えー、この、ボコボコにしていく。よいしょ。やっぱりナーガの戦車強いっすね。で俺が弱いのかな。うん、<laughs> 難しい問題がはらんでるね。 サモニング12。あ一旦止めるかえー、ロングブレード14。14まで上げます。エボケーション、杖今、あこれもう少し杖の恩恵に預かりましょう。えもうちょっとね、サモニング上げるわ。ごめん。あのー、これ終わったらね。ソード。えー、ロングブレード鍛えて14まで行ったら、 あげるわよいしょ。うん,ん <laughs> よからぬことになった。えー、ここはサモニング。 危ないいやー今の良くないねまあヒヤッとしましたけど仕方ないわあ,あそしてあれだね岡はの能力あんま使ってないねあのフィネスとヒロイズムまあ強敵がいたら使うんだが基本的にはあのこう十分な戦力で戦っていくっていうことをこう主眼としているからあんまりこう自分だけで戦うっていうシチュエーションがないよねだからフィネスヒロイズム使う場面が少ないんだと思うんですけど こうやってちゃんと敵モンスターじゃないや召喚モンスターを出して戦ってやればそんなに怖くはないわけですからフィネスヒロイズムなしで十分に戦っていけるっていうことが大事なのかもしれませんよいしょと うん、14.1。まあいいだろ。エボケーションスは10ぐらいまで上げたい。じゃあスペケをまず上げましょうか。で、サモニングも上げていきたいと。まだ12だもんね、サモニング。もどんどん上げてっていいよ、こんなの、サモニング。宝物庫ぐらいで上げるの本格化することになるかなと思うけど。よいしょと。エボケーションス8。うーん、もう、いやー、もうちょいだな。 自由やっぱり10だ我慢してあげましょうサラマンダなんか思うんだが敵モンスターの量多くなってないですかこのゲームまあいいんだけどな経験値たまるからよし次の回行く でも結構やりたかったことできてますね防。防御がっちり固めて、で、召喚してるモンスターと一緒に殴っていく。このスタイル。やりたかった。この、なんか、イメージしてた。こうやったら組み合わせ面白いんじゃないかな。潜っていけるんじゃないかなってイメージしてたパターンではあります。あ、お店だ。わーい、お店だ。おぉ、おおお まあ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 って感じだな。三連ショップだぞ。どうですかおおおお。おお, <laughs> おこれかな。このデックスだけだな。デックスだけですね。完全デックスだけですね。デックスだけのデックスだけですね。何言ってんだって話だけど。<laughs> 待ってね。金はあるんだ。金はある。待って、金はある。 悪役みたいなセリフを言うわけですけれど。まあまあ、ドッチングのマニュアルと。これ悪くないよに、ね、ドッチングマニュアル。金いくらの ?2141 円。そんなにねえな、金。言うほどないわ。アクアイアメント買うに決まってんだろ、こんなもん。まず、アクアイアメント読んでから考える。おい。 だから、こう、あ、いえ、ちょっと、これ、あれ三の体勢はないんだよ。ょっと俺、前死んだイエロードラコニアの記憶が頭をもよぎってしまった。あ、いえ、これも強いね。<laughs> ちょっと、これはどうよちょっと、今、今、何のクローク装備してんだっけプラスにクローク。はい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 。今、デックス上がんなかったかそして、このクロークイエス。イエス、イエス、イエス、イエス。デックス、デックス言ってた回があったぜっ有権者のな、気持ちが、アクアメント先輩に届きました。 よし。じゃあ、これを装備しよう。アーマークロサ2下がるが、そんなものはレベルが上がれば上がっていくだろうと。デックス4が上がるのが大事じゃいと。で、そうなってくると、奥面もなく、奥面もなくこれが変えてくる。変えるようになるわけだな。ハームエゴそんなこと知ったこっちゃないと。えー、使っていく。これはいいですよ。デックス5下がるが、そんなこと知ったこっちゃないぜって,って。よし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 。で、俺もぶん殴ってくからな、この後も。 であの、リジェネレーションも欲しかったんですよ。イエスイエス。で、リフレクトでシールドもアップすると。これ今、もともとシールド装備してますからちょ、ちょうどいいだろうと。よいしょと。あ、なんかたくさんいんな。ちょっとよくないよくない。えー、まずいまずい。えー、逃げましょう。逃げながら戦っていく。今や MP も十分ですからね。 なんかたくさん来たぞ。まずいまずい。逃げるぞ。あはは <laughs>、えー。えスクロールオブフェア。いいやし、いいだろ、いいだろ。に、逃げる、逃げるんだよっつって。うわ、なんかめちゃくちゃダメージ食らった。な、なんだ、なんだ。何の、なんのアックスを装備してんだ、これは。ハンドアックス、ああ、これは食らうわ。えぇ、ー、じゃあ逃げましょう。ぴょーんとな。頼んだ。 よし。運命に勝ったぜ、うん。今回あんまりダメだね。やっぱり、あの、私がこれ強えんじゃねえかって思いついた組み合わせだから、そんなに、こう、なんか、先輩方が、こう、一生懸命ゲームやる中で編み出した組み合わせとかと比べると <laughs>、限界があるね。ちょっと弱いところがあるよね。脆弱性があるね。魔法書ですよ。 あ,あいいいいれつみ方なんねんかだなね。<laughs> <laughs> <laughs> 倒すぞ。狂気の宴の始まりだぜよしおまた帽子だあっ、あ,あ <laughs> え、これさ、あの、すまん。俺よくわかってないんだけど、ハームって二重掛けされるのどうなんだろうねこれやばいね、この帽子。イブニングスターな。<laughs> いらないな。今回はいいだろう。 ああまたよからぬメンツが揃っとるなこのガーディアンナーガをなんとかなんとか殺せんのかよし倒した頑張れよし 逃げます <laughs>。はあ。 よしうんやっぱり数で押していくの大事だね。おりゃあ いいでしょうでは一旦切りますこの辺で焦点を開きまた来週まあこの動画全然焦点じゃないんですけどね